とアイルトン・セナであります。さあセナが行きます。さあワクワクしてまいりました。最後のタイムアタックです。スピードメーターが出てまいりました。早くも当然のことながら200キロを軽く超えています。200キロを軽く超えています。 S2 に差し掛かってまいりました。一瞬セナのマシン、マクラーレン MP45 がふっと浮き上がるようなそんなカメラのアングルであります。逆バンクを過ぎてこれからヘアピンへと一気に急加速であります。さあ300キロ近いぞ。270キロ、80キロ、290キロ。さあここで一旦落とすデグナーの入り口、そしてデグナーの出口が難しい。堀脇さん、はい、うまくクリアしましたね。そうですね、はい、さあデグナーから今度はヘアピンです。ここはどうでしょうか。アイルトン・セナ、まさにインベタといった感じで一瞬イン、そしてアウトに膨らんでいったアイルトン・セナであります。西ストレートエンドのその通過タイムはどうでしょうか。さあそしていよいよスプーンです。こちらもまた難しい。セナには走りに慣れたスプーンかもしれませんが非常にテクニックを要します。このスプーンも立ち上がっていきます。さあストレートに差し掛かったアイルトン・セナであります。登っていきます。ナイジェル・マンセルと比較してみましょう。通過タイム、マンセルは17秒083。この通過タイムにおいてはトップであります。アイルトン・セナはどうでしょうか。セナは16秒台、セナ16秒台。これはいいぞ、これはいいぞアイルトン・セナ。さあ130R から今度はシケインです。早くもシケインに差し掛かった。早い、早い、スピードが速いですよ。20秒台で飛び込んでいってますからね。さあ最終コーナーです。さあセナは何秒出すか。夢の36秒台か、夢の36秒台出た、出た、出ました、36秒台。一瞬ピットガレージがざわめいた。鈴鹿に一輪の風が吹いた。音速の気候